今週のテーマは営業とか社会人のですねコミュニケーションの要点がですね格闘技空手とかですね格闘技マーシャルアーツの要点とぴったり一致するんですよね。剣道も一緒だと思います。剣道も一緒だと思います。3つ要点をお話し したいと思います。一つはですね、間合いなんですよね。間合いというのは相手と自分の距離感です。距離感です。間合いをですね相手に攻撃が入るですね位置まで入って技はかけなければなりません。技はですね相手の位置まで入って技はかけなくてはいけません。ちょっと体位も入れましょうね。相手のですね当たる位置まで入って技を入れます。入って技を入れます。これが間合いなんですよね。間合いを外せば全く効果ありません。次にですねどの時点で打ち込むかという、これはですねぐずぐず考えていたら逃します。チャンス逃します。これ見切りっていうんですよね。もう一つはですねやっぱり見切って打ち込むためにはですねこれは欧米ではガッツって言いますが日本では、度胸って言ったらいいですかね。この3つが実はですね私長年営業をやってきましたがマーケティング部長の後ですね営業を統括したりしましたが営業もですねお客様との距離感です。距離を詰めてですね前ができたらですね見切ってご提案をですね思いっきり相手にですね伝えます。これ見切るんですよ。見切って打ち込まなければ全然売れませんし競合にやられてしまいます。そしてですね提案した後ガツッと相手の気持ちを捕まえるのがですねこれが根性でありガッツであり最後のグッと掴んでしまうところがですねこれが決めなんですよ。決めこれを決めはですね一番難しいところです。はい、今日はですね初めに3つ目は間合い見切り度胸なんてお話しましたが度胸というよりですね、3つ目の要点はですねバッと入れた当たった後にガーッと致命傷を負わせるような決めが必要なんですよね。今日はここでお話します。これで終わりにします。ありがとうございました。